うーんおどうぞああ君かプリント集まったかそうかではそこに置きなさいありがとうじゃ気をつけて帰るように。 一緒にか彼女と下校だとそれはなんと心躍るさすいや何を考えているんだ生徒と下校する程度のことでいちいち心を躍らせる教師がいるか俺はまだ仕事が残っている先に帰りなさい暗くなるだろう帰っても暇なら予習復習に励めばいいだろう学生の本文は勉強だ 時間を無駄に使わず、きびきびとおう。新しいドッグカフェの話か。ま、あ、そういうことならいいだろう。では、少し待っていなさい。それなら、彼女と下校していることで、万が一俺が心を躍らせたとしても、それは新しいドッグカフェの情報を知ったから。 ということになるはずだ。何の問題もない。んなあ、これは新しい教材のサンプルだ。聞いているだけで知識がつく、という触れ込みらしい。先生方の間で話題になっていてな。皆絶賛していたから、俺も取り寄せてみたんだ。君の担任の藤田先生も、科学の白川先生も、教育実習に来ていた 藤田博先生も、保健室の戸川先生も、それに、美術の岡野先生に至るまで、皆が口を揃えて良い教材だと言っていた。どんなものか気になるだろう。ちょうどいい。君も聞いてみるか。生徒の視点から、この教材について率直な意見が欲しい。 では、静かに耳を傾けるように。おはよう諸君。チャイムが鳴ったというのに、ずいぶんとおしゃべりに精を出していたようだな。俺の確認不足で申し訳ないが、一体いつ、今日の数学はおしゃべりの授業になったんだ学校から連絡があったのなら、誰か教えてくれないか チャイムが鳴ったらもう授業は始まっていると思え以後気をつけるようにさて早速授業を始めると言いたいところだがその前に諸君にはいい知らせだ今から荷物検査を始める何を騒いでいる困るのは高速違反者だけのはずだ <laughs> なんだこの愛らしさはもふもふの毛並み撫でるたびに頭をこすりつけてくる仕草ああそんな、小首をかしげて見つめてくるんだといくらなんでもかわいすぎやしないかお前は一体、俺をどうするつもりだはっははかわいいでちゅねそんなに尻尾を振って嬉しい、うれちんでちか <laughs> そうかそうかお前うちの子になっちゃいまちか<笑><笑>君はなどうしてこんなところに <noise> 入りなさいそこにかけて。 そう緊張するな今日呼び出したのは君を注意するためではない相談事のためだ子犬にトイレを覚えさせるコツを教えてもらえないか何もそこまで目を丸くすることはないだろう他に犬を飼っている知り合いが思いつかなくてな力を貸してほしいサンプルはここまでのようだな 誰が数学の教材だと言ったこれは三角レーベルより発売されているチャイムアウトという教材だ。聞いているだけで、とある教師について深く知ることができるという代物なんだぞ。何せ、教師の心の声まで聞けるんだからな。サンプルを聞いただけでも、その完成度がうかがい知れる。確かにこれはいい代物だ。特に、 今聞いたこのレッスン5はいい実に気に入った君はどうだよろしい興味を惹かれたなら君も購入を検討してみるといい生徒でも購入可能な教材だから心配はいらないぞなるほどもっと詳しく知りたいんだなでは説明する忘れないようにきちんとノートを取りなさい チャイムアウトシリーズは三角レーベルより発売している学校の先生と恋ができるシチュエーション CD だすでに発売済みのレッスン1から4に加え今回はレッスン5が新たに発売する俺高倉優が恋の相手となるのはチャイムアウトレッスン5数学の先生だキャストは梅原雄一郎さん三角レーベルより 2019年5月29日に発売。2000円プラス税で購入可能だ。厳しい数学教師との中がどのように進展していくのか、ぜひ堪能してみてほしい。説明は以上だ。それでは帰るとするか。<laughs> 君との中がどう進展していくのか、俺も。 この先が楽しみだ。